寺島忍、50、と長男の寺島真秀、10、が1日、都内で行われた映画、F.L. 等、創造者の愛、東京タワースペシャルコラボレーションイベントに出席した。本作は、パリのエッフェル塔を設計したギュスターブ・エッフェルの塔が、完成、するまでの苦難の日々と、ある女性への秘めた思いを描いた、ラブストーリー。スペシャルアンバサダーを務める寺島は、一から立ち上げるということは、どの時代でも本当に大変なこと。裏切られながらも自分を信じて突き抜けていく勇気は素晴らしいことだと思いました。人が歩んだ道じゃなくて、新しい道を切り開いていく勇気を教えていただいたと感銘を受けた様子。点灯式では東京タワーがトリコロールカラーにライトアップされた。寺島はステージからだと全貌が見えないので、東京タワーが近くに見えるところに住んでますんので、帰って眺めたいなと思いますと声を弾ませた。今年はギュスターブ・エッフェル没後100年のメモリアル。寺島は世界中がエッフェル塔に最中、目するんじゃないかと思います。この映画を見たことによって、いつもの絵、フェル塔とは違うように見えると思う。ぜひ、見ていただけたらと思えいますとアピールした。